カヌーサ通り。左側はアメリカの街並み。右側はカナダの街並み。カヌーサ通りは北米にある道路。ケベック州道247号線の一部。その名が示すようにカナダとアメリカ合衆国との国境となっている。カヌーサ通りは国境にまたがるビービプレインという村の中を北45度線に沿って東西に走っている。通りでは 黄色いセンターラインが国境線となっている。通りの北側はカナダ、ケベック州であり、南側はアメリカ合衆国、バーモント州である。国境線上に壁、フェンスなどの物理的な障壁はない。国境検問所を北側から見る。手前がカナダの検問所、奥がアメリカの検問所。両検問所の間で左折するとカヌーサ通り。 通りの生誕は T ジロになって終わっている。T ジロの北側にカナダの国境検問所があり、カヌーサ通りを挟んで、その反対側にアメリカの国境検問所がある。2009年、アメリカ側が国境警備を強化したため、カヌーサ通りを横断する際には、パスポートの携帯が必要になった。近隣には国境線をまたぐように建てられてた図書館、劇場もある。 カヌーサとの表記は、フランス通信社のビデオニュース、US、カナダボーダーテンションズ、オーバーザロード中の英語の発音をカタカナ化した。ABUS、カナダボーダーテンションズ、オーバーザロード、フランス通信社、2009年。ありがとうございます。